国際技能競技大会は、ほぼ2年に一度、ワールドスキルズインターナショナルによって開催される、参加国の職業訓練の進行と参加者の国際親善、交流を目的としている技能労働者の技能を競う大会。通称、技能五輪国際大会、または技能オリンピック国際大会。厚生労働省は、第38回大会までは、日本語正式名称を、 国際職業訓練競技大会としていたが、第39回大会以降は、国際技能競技大会としている。大会ごとに開催地と開催年を入れて、その大会のシンボルマークとしている。参加資格は、大会開催年に、満22歳以下のもの。過去に同一職種で参加していないものに限る。参加選手は、各国一職種につき1名、または1組。 競技時間は、おおむね20時間で、数日にわたって実施される。公用語は、英語、ドイツ語、フランス語。全選手の中で最も最高得点を出した選手には、大会創設者であるフランシスコ・アルバード・ビダル氏の功績を称え、アルバード・ビダル賞が贈られる。中央職業能力開発協会が主催する、技能五輪全国大会が毎年度実施されており、 昨日五輪国際大会が開催される前の年の全国大会は国際大会への派遣選手選考会を兼ねている。全国大会は毎年10月末に行われ全国の都道府県持ち回りとなっている。第38回技能五輪国際大会日本選手成績表第39回技能五輪国際大会日本選手成績表昨日五輪世界大会赤松明 日本デザイン学会研究発表大会概要集53、26から26、2006-2007年度の第45回技能五輪全国大会は、第39回技能五輪国際大会のスケジュールの関係から2008年2月に千葉県で実施され、2008年度の第46回技能五輪全国大会は2008年11月に実施された。 第41回技能、五輪国際大会日本選手団の成績、デモンストレーション職種第23回技能、五輪国際大会、第24回技能五輪国際大会、第26回技能五輪国際大会、第27回技能五輪国際大会など、ありがとうございます。